今年8月にシャットダウンしたスーパーコンピュータ k の部品の一部が全国13の科学館などに送られることになり、今日贈呈式が開かれました。部品が送られるのは、神戸市の青少年科学館など全国13の科学館などで贈呈式にはそのうち8つの施設の代表者が集まりました。スーパーコンピュータ k は。 今年8月にシャットダウンされるまで、医療や気象予測などさまざまな分野で活用され、2011年には世界一の速さを記録しました。K の功績を次世代に伝え、科学技術の継承につなげてもらおうと、ロゴパネルやパソコンの頭脳にあたる CPU などが各施設に送られました。公共の博物館に展示されていくという機会がほとんどなかったんです。ね。 けいの科学的成果とともに、ないしはまあ富岳等への進展とともに。それらが展示されて、青少年を含む国民へのアトリチに。どん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 貢献していただくのは、大変喜ばしいことだというふうに思っています。県内では、5つの施設が、けいの部品を譲り受けていて。神戸市中央区の、高度情報科学研究機構神戸センターでは。今月9日から展示する予定です。